おはようございます、こんにちは、こんばんは。バンドじゃないもの、メルヘングリーンのベース担当、みゆちこと望月みゆです。はわー、恋するリンゴ色担当、しおりんこと恋しおりんごです。はい、ディープマニブルー担当のももちゃんこと大桃子サンライズです。はい、コットンイエローのシンセ担当、ゆずぽこと天名千鶴です。はい、今週はこんな4人でお送りします。イエーイ、かげっぽよね。ねえ、2月4日ね、ね、西とか言うんでしょ。西シッシッシ44回目だからね。そう。もうくだらないことが今日連発されるような気がしております。はい、それでは行きましょう。はい、バンドじゃないもんのオールナイトニッポンモバイル、なんだもん。おかしいぞ。改めまして、私たちアイドル界のミクストメディア、バンドじゃないもんです。この番組は人類モンスター化計画を実現するため、私たちバンドじゃないもんのメンバーがてっぺんを目指してあらゆることに挑戦していくウェブラジオです。まず今週もメールを紹介しましょう。しおお願いします。しおが読むなの。どうぞお願いします。それではメールが届いてまるよ。バンモンネーム、かわてて。お、かわてて、かわてて。メンバーの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。こんばんちは。ラジオみたいに気よるな。メンバーの皆さんに質問です。はい、自分はスポーツ系の車が好きで乗っているのですが、スポーツカーってこと？そうね、車にたくさんのステッカーを貼っています、バンドじゃないもんに関してはメンバーカラーの名前を入れたり、推しを強調するためにアマテラス大軍団なんてステッカーも貼ってます。あら。他のアイドルさんのステッカーも少し貼っているのですが、コンビニに止めたりなんかしているとこのアイドル好きなんですかとか聞かれて、そこで共通のお友達を作っています。へー。メンバーの皆さんはそんな車を見てどう思いますか。だって、なるほどね。なんか、まあ、確かにさ、その辺で見かけて、あ、なんかバンモンのステッカー貼ってあるみたいなのはさ、確かに嬉しい。嬉しいね。インパクトめっちゃあるしね、声かけたくなっちゃう。なんか、ね、この前北にさ、あのブルーツインズっていうグミちゃんとやってる曲の、あのシンデレラブルースを爆音で流してる車が走ってたらしいよ。マジ？そう、なんかそれをね、ツイート見かけたよね。笑っちゃった。やばくない？なんかね、いよいよ気づかれたかみたいな話ですね。そうそう、そういう人たちが私たちを、ね、応援する時代に。爆音で流す系の人たちはね、パーフェクトイヤー感じるわ。感じますね。めっちゃドゥンドゥン言ってそうだよね。ただこの変わっててさ、アマテラス大軍団ってもうさ、グレーですね。ちょっと、車に貼るのはやめようか。ちょっとね、ちょっといろいろあるから、サンライズに貼り替えてもらって。そうだね。うん、そうね。せっかくサンライズになったばっかだからね。そうそう、新年更新していこう。更新していこう、かっこいいと思うけどね、めちゃめちゃ。いや、かっこいいでしょ。ちなみに、ね、かっこよすぎちゃうとか、ね、あれはなんだっけ、その軍団の名前は変わったの？そう、サンライズ大軍団2017になりました。2017。そう、そう、なんかさ、ね、あのモーニング娘さんみたいに更新したら番号とかみたいに。そう、なるほどね。年号が入ってくる。なるほど、なるほど、みんな更新されていくわけだね。そうなんですよ。川手手はサンライズ大軍団のステッカーを作って、車にペタッと貼りましょう。上から重ねて貼ってください、ね。はい、そんな感じでですね、あの、私たちへの質問などをどんどん送ってください。はわー。メールアドレスはバンモンアットマークオールナイトニッポンドットコム、 BANMON アットマークオールナイトニッポンドットコムまで、たくさんのメッセージ待ってます。早速今週の企画に参りましょう。今週のコーナーはこちら、バンモン常識センター試験。不満の声が聞こえた。やだよね、正直。テスト？テストなの？センター試験か。はい、今は受験シーズンということで、私たちも一般常識のクイズに挑戦したいと思います。こういう系やばいよね。やばい、本当に常識ない場合多いから。ないわよ。私は一般人じゃないんだもん。そう、そうだね、アイドル一般常識だよね。恋しおう国常識だったらわかるけど、やばそうな常識がありそう。はい、ということでね、簡単なルールを説明します。今回のテスト、答えが4文字になる問題が出題されます。はい、例えば答えが万問の時は、私がばで、しおがん、ももがも
でゆずがんといった感じで、あの、うん、それぞれ順番通り1文字ずつ答えていきます。だからみんなちゃんと正解を想像してたら一つの言葉になるってことだね。なるほどね。協力そうそうプレイだね。そうだね。だからこの試験で一番足を引っ張った人にはもちろん罰ゲームがあります。当たり前のように。なんでもちろんあるの？当然のように、ね、でもさ前さこういうさ企画あった時さご褒美だったはずなのになんで今回罰ゲームなの？ね、覚えてるからね私リスナーだからね、あーなんでよ、なんかさよくないと思うなまあ一般常識ぐらいこう携えておいてよっていうことなのかな。そうでしょうね。そうだ ね、うん、そうだね。一般人ではないと言いながらいやまあでも社会性がないとね、うん、少ないですよ。そうだねやっていけないからね、うん、大人だから、ね、そうだよ頑張ろう。社会人として頑張りましょう。頑張ります。はい。クイズは全部で4問1問でも多く正解ができるように頑張っていきましょう。はい。はい。それでは万問常識センター試験第1問。ヨーロッパで首都がマドリード、ごめんなさい首都がマドリードの国の名前を答えなさい。え待って全然わかんない。ヨーロッパでマドリードって何？お菓子かなんか。サッカーとかのさ、ね、サッカーが思い浮かんでるレアルマドリード。そうそう、なんとかマドリードあるよね。あれは何の国ですか？ね、待って、ヨーロッパってどっからどこまで？ヨーロッパ？なるほどね。うん。これさ、誰が何番目書くんだっけ？ミユ、シオ、モモ、ユズの順番です。また2文字目？私が3文字目ね。わかった、私これに書けるわ。オッケー、私も。最後だね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。どうしよう。これ見ちゃいけないのか。見ちゃいけない。そうね。もう決めたよ。書いた。はい。なんだっけ。はい。4文字なのは分かってるもんね。うんうんうん。それヒントだもんね。ね、そうそう、ここで5文字とかのやつ出したら珍解答として紹介されてしまうやつですよ。4文字？だから私センター試験受けたことないんだよ。センター試験ね。待って、自分で自分が分かんないくなってきた。何ヨーロッパってさ。うん。でかいですか？でかいでかい。ほぼでかい。超でかいよ。わかった。じゃあ大丈夫かも。どうしよう、全然書けない。大丈夫かな。はは。多分この中で一番頭切れるの、ね、恋しようやで。そうだよ。ね。そうだよ。だ多分ね、私たちみたいに投げやりになってないんだよ。そうだね。どうしよう。諦めが生じてるからね、わしら。ポンの思うその国は多分ヨーロッパの中でいろんな国がプシュクシュクシュクっているところらへんな気がする。ほらももがびっくりしてるからやめて動揺させてる。国の中に国がいっぱいある。違う違う、国が密集してる地域、うん、なんか超でかいみたいな感じのやつじゃない気がする。しよね、いける？入ったとか言って外したらワロだけど。違うねん、しよう。私も違う、絶対。はい、ということでね、詩を書いた？うんうん。はい、じゃあそれ順番に読んでいきましょう。いきますよ。はい。せーの、ぶたりあぶたりあじゃないどこ怖いんだけど、ぶたりあって私じゃない、私じゃない犯人。そうだよ、ぶたりあ。そのぶって何？あ、しかも全然違う、答えはスペインです。誰も違ってない全員違う、全員違う。ブタリア、私ブラジル。ブラジルってさ、ヨーロッパじゃないよ。アメリカの人じゃん。南米バカがバカ、やばすぎやばい。多分、ね、他3人あれだよ ね、 ね、あのタって書いた。ああそうなんだ。何というわけではない。別にイタリアのつもりもなくて、イタリアじゃないだろうなと思ったけど、もう時間もないなのかたって書いてある。なるほどね。もうイタリアかなと思った。わしもイタリアかと思ったの。イタリアって地中海って呼ばれるじゃん、うん、地中海がヨーロッパか分かんなくて。えヨーロッパでしょイタリアは。あ、うん、本当だ、後半タリアになってる。そうだからブタリアになっちゃったんだよ。なんか私だけ悪いみたいになっちゃった。そもそもイタリアだけどね。イタリアじゃねえんだよ。サッカーが有名っていうところで出てきた。そう、うん、そうそうなの。サッカーって言われたからね、それしかね分かんなかった。ヨーロッパですからね。ちょっとじゃあ次一個、次最高に決まってきた。はい、次、うん、それでは、第2問いきます。関西の改革を行った徳川八代目将軍の名前を答えなさい。問題がもうそもそもスムーズに読めない。え、待って、関西の下の名前、ちょっと
問題見せてもらっていいですか。記憶すらできないなん初めて聞くワードしかない。徳川にゃんちゃらってことですよね。だいたい4文字やんけ、そういう人たち。感性の革命を、これって何年代のことですか。改革感性の改革、八代目っていうのを覚えておけばさ、ね、これね、私ね、うん、何年最後の2文字が重要なんじゃないかなってちょっと思った。最後のさ2文字って置きに行けそうじゃない。待って、そこに私が一致してるんだが何だって徳川ふんふんでしょ。そう、ふんふんなんだよ、きっと。そう、ふんふんだね。しかも感性の改革ってさ、結構さ出てきてた系だよね。犬やった人じゃないの。違うか、お犬様のやつ。一番最初ってな、え、分かんない。何年な、え、何年の出来事ですか。年号を知りたい。ヒント、年号。千年号で覚えてんの。それで分かったらそれはそれで千じゃなくない。え、千だよ、千。え、千だっけ。千の時代か。1787。ダメだ。いや、なんかこういう覚え方するじゃないですか。ヒーローのおっさんとか、稲花、稲やな、稲花、稲花、稲やな。もうダメだ。でもね、じゃもうこれはもうわしは噛んでいくわ。はいはい。もうそうなるよね。はいはいはい。それでは、はい、それでは答えいきましょう。 いいですか、皆さん。はい、いいよ、いきますよ。徳川、はい、いえみぐ。ぐ、逆に何だと思ってぐで終わる人いる。え、吉継ぐとかさ、あ、なんか継ぐか信ぐかかなって思って。なるほどね。待って、徳川吉宗だった。吉宗知ってるなって。家なんちゃ、吉光とかさ、いたそう、ね、じゃ家光とか、家光だ、家光。あと何常とか継ぐとかあるかと思ったら、ちっちゃくつって書いてある。それすら当たらない。今当たった人います。いないか。いない、ね、誰もいない。これ全員が足を引っ張り合ってますな。うん、やば、吉見具。吉見具全然泣きたいなの。大変だこれは。はい、じゃあ、あの今のとこ一問も正解してない上に、誰も答えが合ってないという事件が起こってるから。これ全員当たんなかったらさ、4人でさ罰ゲーム的な。そうだね。やだやだ。はい、それでは第3問いきますよ。はい、〇〇〇の金は持たないと言います。では頭の4文字を答えなさい。〇〇〇の金、3個しかなかった。〇〇〇の金は持たないです。の金は持たない。持たないですよね。あ、金ってお金ね。お金持たない。あ、私完全にゴーンの金。しかもゴーンの金。ちょっと見せてもらって。金ですね。金。重くて持てないみたいなことかと。そんなのさ聞いたことないよ。ああ、江戸っ子がよく言う粋な感じ。あ、わかった、超わかった。江戸っ子で想像したらそれだったわ。江戸っ子、うん、てやんでえ、そう、てやんでーのてやんでーじゃないの。てやんでーだと5文字になっちゃうね。あ、ほんとだ、てやんでー。てやんでー的なバイブスですか。ポン完全にてやんでーの E を書こうとしてたわ。てやんでーの金になっちゃう。待って、江戸っ子用語、江戸っ子でしょ。江戸は火事が多いからね。うん、なんだろうな、簡単に想像がつかない。その文字だ。江戸っ子、よいしょ、てやんでお祭りだ。ベラボーめえ。あ、ベラボーめえ。ベラボう、ベラボーの金は持たない。ねえねえ、ヒント言ってくれたの聞いてた。聞いてない聞いてない。だからそのてやんでみたいなバイブスで言うやつだって。それね、聞いた。うん、うん、それなんでお祭りターンになっちゃうんだよ。そういう感じで考えてた。えお祭りだ。お祭りだ。言ってそう。うん、それはずっと思ってるんですけど、その言葉が出てこないですよね。今日のお金は今日中に使う、明日の、うん、明日なんだよ。わかった。へえー、
い、もうポン書いたよ。明日もあるか分からない。お金は持たない長いね。なんか自信出てきたかもしれない、書いてみて。うん、ヒントヒント、明日の続き的な。明日の風が吹くわ。ポンが思ってんのはそれ。あこれにしとこ。うん、待って、やばいんだけど。分かった、うん、分かってないけど。分かってない、うん、全然分かってない。待って、でもね、江戸っ子の気持ちになって。江戸っ子ですでもねってなんだし江戸っ子の気持ちになって。俺は江戸っ子だね。だもん、江戸っ子の気持ちになってバイブスで書こう。はい、バイブスで書いた。書いた完全に。お祭りだ、お祭りだ。はい、それでは回答いきましょう。書けてる。はい、いきますよ。はい、あちっちゃいやつ、ちっちゃいやつで、あってあってねえ、あっての、金は持たない。あっあれはちっちゃいつ何あちっちゃいつさ、なんで2回連続酔い越しの金は持たない。あ酔い越し、酔い越しか。あさってじゃないの。めっちゃさ溜めてあってのえこれ常識問題なんですか。本当にマジ一瞬で喫水かと思った。喫水金は持たない。喫水の江戸っ子。ちなみにももうなんでちっちゃいやつにしたの。あさって、あさっての。私もね、なんか明日とかそういう感じの あ,、うん、あるとかそういう感じかなと思ってあって言ったな、ね、そしたら塩が間違ってる。ちなみにゼミンちゃんね、ミズはエポン完全にあさってにかけたわ明日が二文字だから。誰が江戸っ子の気持ちになってるんだなったのにな。あってのまさかのちっちゃいつ続きは、なんか難しいですね。難しいです。想像以上に。これもう私センター試験受からないですよ。どっこじゃないからな、喫水の、ね、じゃあこれ最後の問題じゃないですか。いや最後問題いけますか、はい、いきますか。正解したい。いきますよ。男の体の真ん中でブラブラ出た。それ長かったり太かったりする4文字のものはなんだ。しー分かった。分かっちゃった。そんなのね知ってるよね。知ってる。ポンさ、こういうのなんか最近多いなえ、でも絶対引っ掛けなんだよ。もう一回読んで。男の体の、あとなんか読むのもなんかちょっと微妙な気持ちなんだよね。男の体の真ん中でブラブラ、長かったり太かったりする4文字のものはなんだ。これね、ヒントを言うとね、うん、あのねキラキラのやつがついてたりなんかキラキラのやつがついてたり。分かってる。うん、え、あのちょっとカラフルだったりしないどんどん良くない方向に想像が広がってガラとかついてるよね。キラキラ。え、待って。えそういう時もあるよね。そういう時もある細い時もあるよね細い時もあるし、あのその人次第で長くなったり短くなったりする。え、待って、それそれなの。え、かわいいのとかあるよね。あ、かわいいの、うん、本当なんだって本当なんだって。わかんない。もう完全にそっちのサイドの脳みそになってる男の体の真ん中でブラブラ本当なことやねん。本当なこと。あとかっこいいのとかもあるし、うん、そうだね。衝撃の事実を言うと望月も分かってないからね分かってるの。分かってる分かってるなんで分かるの。なんで分かんの。見たことあるから。見たことある何何シオも。シオも、うん、触ったことあるよちょっとやめて違うんだって違うんだって俺たちを信じてくれよ。変なこと言ってないからねじゃあ分かったよって思ったな大丈夫かねえ助けて。簡単だから簡単。私ゆずの隣に座ってるせいで多分それが飛んできてるんだ。そういうゆずの思考がブラブラフラフラフラブ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 ラね、でも別にいつもブラブラしてるわけじゃないっていうか。別にブラブラさせようと思わなければそんなブラブラしてるなんでってんの
静かにそこにそうそう何それ静かにそこにある実際ね、うん、そんなブラブラに影響されない方がいいと思う。はぁ、分かったかもしんない。風が台風の人が風が吹いたらそうかもね、うん、するかも。え、分かったかも。そうそうそう、え、風が吹いたり台風が分かった。じゃあ、お、来た。これはな、あ、まち、やっぱやめとく。これは多分ちげえわ。見たことあるっていうの。オッケー。それではいきますよ。はい、私からですね、はい、せーの、ね、くた、い、わー、わー、当たり、やったー、よかった。もう怖い。危なかった。ギリまで何と思ったの。ね、髪の毛。でも男の体の真ん中じゃねえと思う。イにしたのはいろいろ置きに行くためのイだったっていう。え、すごい。あ、すごい。分かってなかったね。全然分かってなかった。すごい。偶然。やったー。いろんなイだったんです。最後に正解出してよかった。そう。想像してください。びっくりしたわ本当に。よかった。いやー、ということでね、万問常識センター試験、うん、正解数は1問でした。大丈夫かな。ではここで一番足を引っ張ったメンバーの発表です。罰ゲームをやるのは誰でしょうか。私。イエーイ。イエーイ。だって、いやいやいや、あれだっけ、なんだっけ、イタリアじゃないよ。そうだよ、ね、イタリア。イタリアってでもイタリアじゃなかったじゃん、どうせ。でもわしら3人はシンクロ率が高かったから。そうそうそう、あとヨーロッパは選んでたから、ね、そうそうそう、ヨーロッパじゃなかったブラジルは。あ、はい、ということで、はい、罰ゲームは、うん、今更やったら恥ずかしいモノマネです。そのシリーズ来たよね、ね、ね、これさ、読んでいい、しようが、うん、やっていただくモノマネはローラさんです。なるほどね。わかる、わかるよ、うん、それではミーチーのローラさんのモノマネまで3、2、1。 OK、 うんうん、わかった。ローラだよ。助けてー。なんか最後塩に似てなかった。あまの押さなかった、めっちゃ。そうね。バンドじゃないもんのオールナイトニッポンモバイル、なんだもん。今回もそろそろアカレの時間です。オッケー。やばい。ここね、バンドじゃないもんからのお知らせね。知らない人がいる。怖いな。そんなことないよ。怖いな。怖いよ。じゃあしおりんお願いします。うん、わかった。オッケー。はい、それでは今度月曜日2月13日からバンドじゃないもん初の5日連続公演パーフェクトウィークが開催されまる。ね、怖い怖い。不気味な笑いが頭に入ってこないなの。知らんやろ絶対あの人。ローラーさんのこと怖いなの。読みます。はい、会場は渋谷オーネストです。はい、2月、okay. ちょっと2月13日月曜日は男子限定公演、yeah. 2月14日火曜日はバレンタイン企画かっこドレスコードメガネ着用、うん、2月15日水曜日は唯一昼公演で開演が12時30分から。ドレスコードはパジャマ着用です。私これ得意かもしれない。はマジです。夜は新宿レイニーで歩みくりかまきさんとのツーマン公演もあります。イエーイ。2月16日木曜日は女子限定公演、2月17日金曜日は全員受付可能、学割もあります。 OK。 ぜひライブに遊びに来てください。行く行く。軽いな。うん、 OK。 そして3月20日には間違えちゃった。そして3月8日にはメジャーファーストアルバム完璧主義な世界に不完全な音楽をリリースします。イエーイ。ちょっとやってみたくなっちゃったけど、ちょっと最初だけな、じわっとポンに戻った、ね、戻りました。詳しい情報はバンドじゃないもんオフィシャルホームページをチェックしてください。 OK。 さてリスナーの皆さん、この番組メッセージをどんどん送ってください。はい。私たちへの質問、番組の感想、そして
お悩み相談など何でも OK です。かわいいよ。わかる。メールアドレスは banmon@allnightnippon.com banmon@allnightnippon.com までたくさんのメッセージ待ってます。そしてこの番組は毎週金曜日に配信されるので必ずチェックしてくれよな。イエイハワー。あっという間にまだまだ見に行って帰ってこない。終っちゃいますが、何でしたか。身内を返して、身内を返して、もう食べちゃったから怖い。もう無視しよう、もう無視しよう。不安定な気持ちに。すごい楽しかった。いやでも楽しかったね。楽しかった、うん、楽しかった常識がない情けな4人とヤバい人1人の配信放送。そうだね、ずっとここにいたよ。怖いなの。それでは今週はこの辺でお別れです。バンドじゃないもんのしおりんこと小石よりんごとももちゃんこと大ももこサンライズとゆずぽんこと天夏ゆずとラニューチーこと町月美優でした。それではまた来週。バイ。